ジョーゼフリー・イーオ・マンキー・ウィッツはアメリカ合衆国の映画監督、映画プロデューサー、脚本家である。日本語ではジョセフ・エル・マンキー・ウィッツ、ジョセフ・エル・マンキー・ウィッツとも表記される。ペンシルベニア州ウィルクス・バリにて、ポーランド系ユダヤ人の移民の子として生まれる。1924年にニューヨークの高校にジョセフが卒業したのを機に、一家でニューヨークに移り住む。 1928年、コロンビア大学で学士号を取得した後、シカゴトリビューンの特派員記者として、ベルリンで働くうち、パラマウント映画のベルリン支部に入社して、ウーファ撮影所で、ドイツ製サイレント映画に、アメリカの観客向けの映画に字幕を付ける仕事をするようになった。それをきっかけとして、映画の脚本を書くようになり、1930年代には、脚本家として活躍。 パラマウントから MGM に移籍し、1936年の地獄への挑戦では、マンキー・ウィッツは監督になることを望んだが、撮影所の重役で、大物プロデューサーのルイス・ビーム・エイヤーからまず、制作者として、映画制作の経験を積むべきだと忠告され、制作者として手掛ける。以降は、プロデューサーとして、スペンサー・トレイシー主演の、激怒・エイリヒ・マリアレ・マルク原作の、 三人の仲間、キャサリン・ヘプバーンのフィラデルフィア物語、女性、ナンバーワンなど、大ヒット作を世に送り出し、敏腕ンンプロデューサーとしての名を挙げる。1943年に、ジュディ・ガーランド主演のミュージカル、踊る海賊の映画化を企画したマンキー・ウィッツは、ガーランドと恋に落ちるも、当時すでに両方とも既婚者だったために、メイヤーの反感を買ってしまい、 MGM にいられなくなったマンキー・ウィッツは20世紀フォックスに遺跡、遺跡第一作となった1944年のグレゴリー・ペック主演の王国の鍵では制作と脚本を担当した。脚本家、制作者として名声を得たマンキー・ウィッツだが、1940年代に入り、プレストン・スタージェス、ジョン・ヒューストン、ビリー・ワイルダーといった、 脚本畑出身の映画監督が華々しく登場していた。そして、マンキー・ウィッツも1946年に病気で降板したイルン・ストレビッチ監督に代わってメガホンを取った呪われた城で念願だった映画監督としてデビューする。以降は脚本家として培った洗練されたセリフ回しと知的で文学的な雰囲気を漂わせる作風で、 1947年の幽霊と未亡人と1949年の他人の家など上質の娯楽映画を次々と発表、工業的にも批評的にも高い評価を得て監督としても大成功を収める。そして1949年の三人の妻への手紙と1950年のイブのすべてでそれぞれアカデミー監督賞と脚色賞を2回ずつ受賞。 特に、イブのすべてでは、アカデミー作品賞の栄冠に輝いた。1950年からは、全米監督協会の会長を務めるが、革新的な考えを持っていたため、セシル・ビー・デミルをはじめとする超保守派から猛反発を受ける。同年10月22日の深夜まで及んだ、臨時総会でのジョン・フォードの発言で、マンキー・ウィッツは会長を留任し、デミルが排斥される結果となる。 イブのすべての大成功の後、大プロデューサーのダリル・エフ・ザ・ナックの後押しもあって、1952年に、スパイ・サスペンス、5本の指、1953年に、マーロン・ブランド主演のシェイクスピア劇、ジュリアス・シーザー、1954年に、ハンフリー・ボガートとエヴァ・ガードナー共演の、裸足の白尺夫人、1955年に、ブロードウェイミュージカルの映画化、ヤロード元女たち、 1959年にエリザベス・テイラー主演でテネシー・ウィリアムズの戯曲の映画化、去年の夏突然に、などを手掛けてゆく。しかし、1963年の大作、クレオパトラでは、主演のエリザベス・テイラーが病気で倒れたり、配役も何度も変更になるなど撮影中に次々とアクシデントが起きて撮影が一向に進まず、マンキー・ウィッツの理解者であった。 ザナックも投入した資金を早く回収しなければならず、結局、無理やり一本にまとめて公開されるも、制作会社の20世紀フォックスが倒産の危機に、貧するほどの大赤字となり、ハリウッド史上空前の失敗作となった。クレオパトラの失敗以来、撮影所の重役たちからは敬遠され、仕事の依頼は激減。マンキーウィッツ唯一のオリジナル脚本による百六十六年の、 三人の女性への招待状が監督と脚本の両方を手掛けた最後の作品となる。九百七十年にはコメディ西部劇大脱獄を演出した後、九百七十二年にローレンス・オリビエとマイケル・ケインを主演に迎えた探偵スルースを発表。往年の演出と主演二人の演技により本作は高く評価されアカデミー監督賞に再びノミネート。 復活を印象付けた。しかし、結局、本作が遺作となり、以降は映画制作に携わることはなく、1993年に心不全で死亡。兄のハーマン・ジェーマン・キーウィッツは映画制作者、脚本家。息子のクリストファー・マン・キーウィッツは、ダイヤル・エムなどを制作。もう一人の息子、トム・マン・キーウィッツは、脚本家、映画監督。 映画プロデューサーで007シリーズの脚本家として知られる。EN カテゴリーフィルムズディレクテッドバイオゼフ・エルマン・キーウィッツ。ありがとうございます。